コマネオニと村人の最終決戦。オラオラ、また来てやったでしよ。コマネオニさん、許してくんの。食べ物くれたら許してやるでしよ。これで許してくんの。口へ。オラオラ、それはアナレちゃんのでしよ。違うの、横地へ。これで許してくんの。口へ。オラ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 、怒るでしよ。コマメオニさん、許してくんの。頼むだ。だから、おやつくれたら許してやるでし。これで許してくんの。どれどれ、もぐ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 、よく噛んで食べてくんの。わかってるでしよ。ぼっくん、おかわりください。どうぞ。パくん、もぐもぐ、ぼっくん、ゆっくり食べてくんの。プルチェですよ。ひどいで、ヤンス。言い過ぎたで、ヤンシ。あ、喋り方映ったでし、えへへ。もっと食べてくんの。ごめん、ごめん、でやんすでし。まだ触れるでしか。もっともっと食べてくんの。なかなか良い人ですね。もぐ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 、いっぱい食べさせて月を見つけるでやんす。なんか言ったでしか。なななな、何にも言ってないでやんす。そうでしか、なんか聞こえた気がしたです。まあまあ食べてくんの。ありがとうです。危なかったでやんす。それそれ、ぐえぐえでやんす。ちょっと触ってみるでやんす。ドキドキ、ぼよんぼよん。え、やめるでし。食べちゃうでしよ。丸かったでやんす。これで許してくんの。小さいでしね。まあ良いよでし。あれ、食べれなかったでし。すまねえ、もう一つ食べてくんの。よし、今度こそ捕まえるでやんす。やめるでし。こうして村人は隙を見せたコマメオニを捕まえることに成功しました。コマメオニの角を封印することに成功したでやんす。あたちはコマメちゃんでし。何があったでしか。何も知らないでしよ。勇気ある村人の行動で村人と小豚に平和が訪れました。こら、誰が小豚ですって。あられちゃん、平和が戻ったでやんすよ。え、本当でやんすか。ごいごいずでやんす。ザバルナでやんす。そんなこと言わないでくんの。じゃあやめるでやんす。え、おしまい。